さすがです、コアさん。豪華すぎて好きすぎる。いや、ほんと天才だよね。いや、聞いてない、聞いてない、聞いてない。ジェノック聞いてない。こんなのがあるの後半。Hi guys, welcome back to my channel, コニーです。ビデオイターモーションデザイナーしてるクリエイターです。ということで、今日ですね、BM2G の、3チームの、MV、昨日ね、リレー方式で上がっておりますけど、今日は今から、のコア君がですね、プロデュース、あとチャキさんも入ってますけど、BM2G ガイアのグリッチ見ていこうかなと思います。3曲全部、全 MV が、3 MV が急上昇ランキング入ってるってことで、さすがでございます、BM2G。で、今回のガイア、チームガイアはですね、コア君、ソータ君、シュント君、ジュノン君、リョウキ君、ラン君、エイキ君、タイキ君ということで、BE:FIRSTのメンバー結構固まってるなと思って、ソータ、シュント、ジュノン、リョウキ固まっててめっちゃエグいなと思ったんだけど、コア君がやっぱ強みとするヒップホップとあのロックの部分をですね、まあ混ぜてきてるということで、先ほど、先日記事でも見ましたけど、MV 見ていこうかなと思います。新オフィスにはサウナがあるとかのもそうなんですけど、新オフィスのフロアをね、で MV の撮影をしたということで、会社の中も見れるっていうとこですよね。見ていこうかなと思いますので、ぜひ最後までついていってくださいませということで、雰囲気からしてめっちゃかっこいい。再生。ビームシシガイア。フリッチオフィスなんだよね。新オフィスなんだよね。めっちゃオシャレだよね。え、シュント入り？やばい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 。シュントくんやばい。ちょっと字幕は出てないですけど、やばいね。メガホン持ってこのバイブスかっこよすぎるね。オフィスでもこんなかっこいい MV 撮れて、ビームシシもやばい。うん。しょっぱなからさ、ハスキースティーリー、いえいえ、ちょっと下出しして、めっちゃスワグな雰囲気を醸し出しております、シンティ。かっこよすぎる。なんかこのコア君とシュント君のこの並び、めっちゃかっこいいね、この二人ね。ロックでパンクな感じがめっちゃ好きですね。最高です。やっぱコア君が楽曲作るとこうなるんだなと思ってめっちゃいい大きいです。今回3プロデューサーがスカイハイとショータ君と、コア君が、3プロデューサーがそれぞれの曲をね、作るということで、なかなか面白いことしてくれますよね、BMSG は。本当に毎回期待を裏切らない。素晴らしすぎる。チームガイア、Let's get it! ちょっとエッジの効いた感じ、最高です。いや、まさかのオフィス撮影ってのがね、グラさん似合いすぎる。コア君も、シュンティもめっちゃかっこいいね。なんかロックティーにこのジャケットにクロムハーツっぽいこのネックレスの合わせ方とも好きだし、圧倒的スパイス感だね、シュンティ君、シュンティさんね。結構ロックだね。いや、ここガイアすごいね。ソータもリョウキもいるってこと、ラップラインが2人もいるっていう贅沢な環境。だから段ボールとか積み上がってるところでチャリ乗ってめっちゃかっこよくない？ソータくん。待ってかよるね。すげえ。いやー、ソータくんとさ、リョウキくんって毎回さ、新曲でラップでさ、面白いことしてくれるし、圧倒的ラップのフローだよね。リズム感最高だよね。おしゃれだよね、オフィスはね。リョウキくんの表情管理好きだなー。ちょ、ありがちワードのこの伸ばし方、喉の使い方めっちゃ好き。いやー、ほぼほぼ BE:FIRSTだね、これね。ほぼほぼ、ここのライン。ちゃんとガイ、いや、このさ、低音でさ、シュンティーさ、やばすぎだね。ちゃんとリリックにガイアって入ってるんだね。さすがでございます。オフィスもさ、すごいね。新オフィスね。一回手入れてきたね。なんかさ、普通にオフィスなんだけど、ライティングもちゃんとやってるからさ、ここら辺、いい感じでイエローとブルーの2色になって、ティールオレンジみたいになってて、このオフィスチェアでさ、後ろ向きに行く感じ最高だね、カメラワークも。一回転入れてきてね。最高じゃないですか。手の動きに合わせて一回転。で、次のショットに行くんだけど、ここも回転いい感じで合わせて、次のシーンにつなげてますね。すごい。MV オフィスで撮ってくるのやばい、マジで。
何この歌い方、ランくん待って、聞いてない、おしゃれすぎる、何これ、どうせ爆音で聞き取れねえよ、かっこよ。いやー、なんかいいね、この事務所 BM3 ってやっぱいいね。もうアーティストのさ、こうやってコラボレーションがこんな見れるの素晴らしいよね。BM3 フェスに向けてこの曲3本も出してくれるのもすごいし、ランくんが大優勝してる。えい、なんかロックヒップホップにめっちゃ BMSG の DNA が入ってて最高すぎるんですけど、一応ジノン君もいるんだよこれね。え、すごく豪華すぎないこれ。曲めっちゃいいんですけど、スタイリングディーゼルっぽいね今回ね。ギターの感じとかすごい好き、ロックで。エイキもいるんだよね。なんかすごいハーモニー良くない？同じグループでもないのにめっちゃいい感じのハーモニーで、なんか LINE の振り分けもこだわりましたみたいな、誰がどこを歌うのかみたいなのもこだわりましたって言ってたけど、めっちゃぴったりだよね。うん、さすがです、コアさん。うん、ちょっとこのハスキーな感じの低音のね、いいパンチ力だよね、シュンティ入ってくるのね。豪華すぎて好きすぎる。いや、ほんと天才だよね。ちょっとささやくぐらいの感じで来たね、今回ニュアンス。すごいよね、BMC ってね。本当にオーディションで落ちた子たちもさ、ちゃんと拾い上げて、ちゃんと活躍してるっていうのもそうだし、スカイハイがオーディションすると、やっぱ先見の目がすごいから、この子はグループじゃなくて絶対ソロだって分かって、実際にソロでも、翔太くんもそうだし、レイコくんもさ、してる、ソロでもさ、ご活躍ですけど、すごいよなと思うよね。それが集結するとこんな化学反応がってのがまた面白い。すごいことやってるわ。ダンクもそうだけど。あの声質めっちゃいいね、この、これでちょーのところ。これでちょー。なんかやっぱリズム感。流れ方独特だよね。時の流れ方がね、歌ってる時の。引き込まれますわ。で、コアさん。りょうきくんはやっぱこういう歌い方っていいよね。ラップのね。裏返るぐらいのね。いやー、りょうきくんこういうロックな曲めっちゃ合うんだね。声質にね。いいかもしれない。コアくんとりょうきくん、コアプロデュースのりょうきくんめっちゃ好きかもしれない。このアングルも好き。うん、色のコントラストが今回ちょっといい感じ。俺はチューソーズだけど俺をラップ、すごいね。ちゃんとなんか今までのなんかライフストーリーとかを売り混ぜてきましたみたいに言ってましたけど、記事で書かれてましたけど、本当にそうで、そこら辺は背負ってるのがいいよね、ラップでね。このレシートのこのカメラワークめちゃくちゃいいよ、ここの寄りのところとか。ちょっとレシートから這うようにコア君の顔に寄ってくっていう。めっちゃオシャレだね、スタイリングもメイクもね。マスタープランって書いてあるね、マスタープランって書いてある。MF って書いてある、バックに。ロフトの紙袋っぽい。スタッツついたジャケットかわいい。エイキ君もすごいね。ちゃんとロックなテイスト乗っかってる、すごいわ。エイキ君はやっぱマーズルで、カメレオンタイプなんですけど、結構いろんなコンセプトできちゃう方なんですけど、すごいよね。この3人もめっちゃ好き。いや、ソータ・エディ君の並びめっちゃ好きかもしれない。に、エイキ君ね。ランドセルショってさ、なんか踊ってるんですけど、この前の2人が。ここもシュールでなかなか良きですね。お友達な感じで良きですね。エイキ君のラップめっちゃ結構前に出るね。声量もあって、素晴らしい。え、すごいこのグループ、グリッチ、ガイア、BMCG ガイア。皆さんはどこのグループを応援してるんだろう。全体的に、全員かっこいいってなってるよね。今、絶対ね。BMCG ファンの方ね。なんかこの、コア君から溢れ出るオーラとカリスマ感、やっぱさすがね、プロデューサー、ノベルコアさん。いや、聞いてない、聞いてない、聞いてない。ジェノック聞いてない。こんなのがあるの？後半。こんなボーカルパートがあるの？聞いてない。ピアノだし。なんでエモいんだけど。
すごい、すごい。ジュノンのこんな高音とピアノのメロディ、聞いてない。一曲の中にいろいろ詰まってる BM スチールが。いや、そうだよね。ラップで来るのかと思わせといてだからね。ジュノンくんほんと高音域綺麗だよね。なんかほんと余裕に、余裕感も出しつつ、リラックスして出てるよね。高いキーがね。すごいわ、改めて。BE:FIRST のメンバー、このグループめっちゃ集まってますけど、ちょっと贅沢すぎるよな。曲めっちゃいいし。Just don't be like me。 キーめっちゃ高いね。 Just don't be like me。 俺みたいになるなって。ラップでも出てましたけど、俺みたいになるなっていう感じで。エイキ、わーお、俺が問題児、just don't be like me。 俺問題児だから、俺みたいになるんじゃねえ。かっこいい。オフィスなのにかっこいい。ロックでちょっと革ジャンでスタッツついた感じで、パンクな感じ。グラサンして。かっこいいねー。オフィスも髪散らばっちゃってる感じ。スローモーションでね。最高じゃん。こういうのなかなか見ないから、MV で。これぐらいで全然かっこいいし。オフィスをここまで MV でかっこよくできちゃうってのもすごいよね。なんかハモった時めっちゃいいね。ボイスチェンジャーも入れてると思うけど。ね、シンと結構くっきり出たよね、声が。Do it like this とか Don't be like me, do it like this。 こんな風にしてみなっていう感じだよね。Do it like this。 なんか緑のさ、ライティングとかも入りつつだからこのルックスが生まれるんだろうね。おしゃれだね。やっちゃったもん勝ちのキーン。さすが、さすが、りょうきくんさすが。ランくんもさ、歌割りパートはあんま多くないんだけど、ランくんかますよね。ちゃんと爪痕残すよね。ちゃんの声質がめっちゃいいのよ、ラップに。さすがだね、ほんとにね。ランくんも器用ですよ、ほんと。ダンスもめっちゃうまいけど。このカメラワークいいね。めちゃくちゃいいね。ちょっとフレームでレート的な感じで遊んでるんだけど、いい感じで広角でカメラに魚眼レンズっぽくなってて、うん、面白いね。マトリックスっぽいよね、雰囲気的にね。りょうきくんすごいオーラが。ちょっとブレ感で、ランりょうきもめっちゃいいじゃねえか。すごいね。もうバチバチにライティング焼きつつ、チラシぶちまけてっていう感じで撮ってますけど、超かっこいいじゃん。ちょっと一個下のキーで来るで、シュンティがね。低音で来る感じ。この二人も良くない？シュンとコア君。バックトゥバックで背中合わせ。超かっこいいじゃん。え、なんか普通に神曲でびっくりした。ガイア。ロックヒップホップでびっくりした。さすがだね。チャキズールさんとリリックに大輝くん、ジュノンくんが入ってるのかな。そうだよね、さすがだね。ノベルコア、そうだよね。すごいわ、改めて。こんな贅沢な、さすがでした。うん、ではでは、ご視聴ありがとうございました。大輝くん声質めっちゃいい。ということで、ご視聴ありがとうございました。Thank you guys for watching. Stay safe and healthy. See you guys on the next video. Bye!